俺らのサバタミゲー、いいや、シャボが出てきた時のワクワク、あー、ビジラー景色トークだ、すごい、前回の試合は、まあ、組に来るっていうのはもう分かってたんで、組に来て、でも別に印象は与えないで、まあ、どっかでひっくり返して、あえてラッシュかければこっちにポイントも入る、まあ、当てれる自信があったからそれができるんですけど、で組まれても平気だっていう自信があるからそれもできるようになったんですけど、まあ、そういう戦い方を見せれたかなって感じですか。それと同時にやっぱその組のスタミナだったりとか、その抜くとこ行くとこポイントだったり自分で掴むことが本当にできるようになってきたなっていう、だから自分のストライキングの、ね、スタイルとうまく混ざってきたのかなっていう感じですかね、はい、勘違いしてるんですよみんな、俺倒せなんとかなるって、そうじゃないから、いつも誰とやってると思ってんですか、練習長岡博樹とやってんすよ。そうですね、才能で強いだけじゃなくて、もう誰よりも努力してるのが今ヤンボーだと思うし、格闘技のことをよく考える選手なんで、自分で何が足りないかとか、打撃を生かすために組がないとやはりそこを疲れるし、組に自信があるから持ち味の打撃を生かせる、そういうのを彼自身が分かっていたので、あの2人がやればもう本当に激しい試合になるなとは思ってまして、まあ、その中で打撃を当てて倒してくれるんじゃないかなと思ってます。確かにすごい強くなってるなって思ったんですけど、まあ、まだまだそんなもんじゃないよと、チャンピオンの強さを見せてやろうと思います。あーちぎー、あー、捉えた、バチバチ、逆に倒した、逆に倒した、いやー、さあ、アキラがまとめていく、右を返した、ゴリラパフォーマンス決まってます。宮崎さん、右に行った、戦い抜きました両者。ということで、アキラここで 100% チャンピオンです。正規王者に輝きました。やっとこは石渡さんと同じ正規チャンピオンになりましたので、同じじゃないからね。はい、そうです、ここから防衛重ねて、これに6回勝ったんですからね、すごいです、ね。まあ、自分 の、 その実際対峙した感覚でやる部分もあるんですけど、外から全体を見てくれる石渡さんが出してくれる指示がすごい的確なんで、それ通りしっかり動けば勝てるっていうので、しっかり動きます。この試合でゴリラのゴリラたる夢を見せつけます。ゴリラのように戦い、ゴリラのように勝ちます。理想はもう何もさせずに圧勝ですね。理想ですけど、はい、見てくれる人はチャンピオンなんだ、タイトルマッチだっていう、そういう目線で見てくるので、メインイベントとしてふさわしい試合をして、ヤンボー選手を失神させてやりますので、皆さんぜひ期待してください。何やってもね、中途半端に生きてきたんで、やっとなんか夢中になれたのが格闘技で、まあ、それで一番になったら、ああ、あいつ変わったんだなっていうのを見せれるのかなって思うんで、そういう、まあ、諦めずにやってればいいことあるんだよっていう姿もみんなに見せれたかなと思ってますね、はい。みんなが驚くような失神 KO をして、正教者になります。アキラさん、殴り合いましょう。お願いします。